エマンデパーソンの田中です。今日はですね、ちょっと書籍の紹介をします。どんな書籍かというとこれです。全店舗閉店して会社を清算することにしました、福井俊勝さんということですね。この福井さんというのはですね、まあ、僕もちょっとツイッターで面白い人見つけたなと思ってですね、お声掛けさせてもらいまして、動画でもちょっと別のコラボ動画も撮らせていただいて、でその後廃業の生中継セミナーということですね、まあ、アドバイザー向けにですね、セミナーを開催させてもらって、まあ、廃業のリアルというのをですね、お伝えさせていただきました。ね、その彼がですね、これ11月に書籍を出されましたので、まあ、これについて私も読ませていただきますですね、それのちょっと感想というか、まあ、アドバイザーとしてこれをどう生かすのかということについてですね、少しお伝えをさせていただきたいと思います。でこの本の細かい内容についてはね、ぜひ買って読んでいただければいいかなと思います。ざっくり言うと、この福井さんというのはですね、地元の青森県の方で飲食店を5店舗を経営されましたと。まあ、最初いろんな苦労があったんですけども、いろいろ順調にぐわーっと売り上げが上がってくるんですね。で、いろんな設備投資もしながらですね、進めていった結果ですね、この3月、2020年の3月にですね、コロナというですね、事件に遭うわけですね。まあ、本当事故ですね、事故に遭ってしまってですね、そこから売り上げがガターンと落ちましたよと。そうなった時に、急遽ですね、これはもうこのまま続けていても赤字が垂れ流すと、ね、でコロナが収束する見込みもわからないと、ね、でその不透明なところで、何を選択したのかというと、まあ、会社を清算する、ね、全店舗を閉鎖して、会社を清算するというですね、まあ、そういう手続きを取られたということです。でこの清算の手続きをしてですね、まあ、最初に会社を畳んだよと。で今はですね、ちょっとまた新しいビジネスというところにですね、向かっている彼のその一連の生き様みたいなですね、この書籍の中に書かれています。はい、で詳しくは読んでいただければと思うんですけれども、この本からですね、これ M&A のアドバイザーがですね、どんなところを学んだらいいのかということについてですね、お話をしてみたいと思います。で、まずですね、僕も彼の意思決定めちゃくちゃ早かったなと思うんですよ。コロナを受けて、もう割とすぐにですね、廃業、もう全店舗を閉鎖して廃業というふうに選択肢、いい形で、前向きな選択肢を捉えたんじゃないかなと思います。はい、でじゃあその背景に何があったのかっていうことなんですけども、まあ、この書籍でも書いてるんですけども、かなりですね精緻な数値のシミュレーションとされてます、ね、今のままでいったらどれぐらい その売上利益になっていくのか、ね、で回復したらどうなるのかっていうところですね、いろいろ出されていまして、まあ、そういう意味で言うと、おそらく彼は会社の経営の現状というものをしっかりと向き合ってどれぐらいいけるのかっていうことをかなりですね精緻なシミュレーションをしていたということなんですね。で、まあ、多くの経営者の方は、その結構ざっくりしてて、まあ、大体3ヶ月ぐらいいけんちゃうかな、みたいなですね、割とざっくりされているところですね。この福井さんに関しては、すごく精緻な形でですね、シミュレーションを落とされていたというのがですね、まあ、この書籍を、まあ、セミナーの時もそうだったんですけども、書籍を通してもですね、感じることができました。ということは何が必要かというと、やはりこういう環境の大きな変化が起こったときに、意思決定するための情報というのをちゃんと目の前に揃えて、そこで判断をしていかないといけないですよって、まあ、まあ当たり前のことなんですけども、そういうことが大事ですよって話です。ね、ってことは、じゃあ我々アドバイザーのような立場でですね、まあ、そういう目の前にそういう経営者がいるのであれば、ね、そこのサポートをちゃんとするということですね。でそれはやっぱり会社の、まあ、どんな状況でもそうですね、このコロナの影響で以外にですね、社長が高齢で出口を考えないといけないということを考えると、会社の出口っていうことを想定して、ね、その意思決定するために必要な情報というのをちゃんと目の前に揃えて、ね、意思決定がしやすいような環境というのを作ってあげるということですね、まあ、すごく重要だなということですね、まあ、改めて感じさせていただきました、ね、まあ、でもそこに関しては逆にね、会社の出口をやっていくための診断じゃないですけども、そういうシミュレーションを結構一緒に作りましょうみたいなね、まあ、そういうご支援の形もこれもね、有料でやることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、ちょっとそれぞれでまたご参考いただければと思うんですけども、ね、でこの福井さんなんですけど、こちら福井さんでございますけども、ね、この本から、まあ学んでいただきたいことは何かというと、まあ、あくまでもこの福井さんのやり方というのが正解ではないと思うんですよ、ね、多分ね、あくまでも選択肢の一つっていうふうにですね見ていただくのがいいんじゃないかなと、ね、この時生産をする、ね、最終的にはおそらくですね、経営者の保証、経営者保証ガイドラインを適用してですね、まあ、自分の何ですかね、借金を丸が返することなくですね、まあ、綺麗な形で会社を終われたと、借金についても、まあ、最終的には、
まあ、ゼロという形ですね、終えることができましたというようなことなんですけども、それの一つの形としてこれがあるということは、まあ、事実として勉強してもらっていいかなと思うんですけども、これが正解でこれを量産すればいいっていうことでもないと思うんですね。当然ね、飲食店としてグーッと行ってる中でですね、まあ、彼の経営者としての考えとしては、これ以上アクセル踏むと危険だということでストップをかけたわけですけども、まあ、それが正解なのか不正解なのかってこれやってみないと分からないということですよね。ですので、まあ、そのままアクセルを踏んで、ね、新しい形の業態転換もしながらですね、収益も確保しながら、まあ、雇用はちょっといじりながらということですね、もしかしたら生き延びる選択肢、それでその先に成功する選択肢ももしかしたらあったかもしれないですよね。これは分からない、やってみると分からないですね。なのであくまでも一つの選択肢として、やっぱりこういう廃業生産のやり方っていうのを僕たちも引き出しとして持っておかないといけないねっていうことなんですよ。でそれのなんかこう一番最初の入り口の書籍としてはすごくいい本だと思いますので、ぜひちょっと読んでいただいてですね、あ、こういう形があるのかということですね、ぜひちょっと知っていただきたいと思います。でなぜならばですね、やっぱりね、この我々のような都専門家って意外にこの廃業の知識とか少ないと思うんですよね。でその本当に初心者じゃないですけども、初学者向けには、非常にいい学習になるんじゃないかなと思いますですね。そういう目線でちょっと見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということですね、今回ご紹介させていただいたのが、全店舗閉店して会社を清算することにしました福井俊和さんの書籍ですね。非常にこの面白い、情報が載っておりますので、ぜひですね購入していただいて、読んでいただきたいと思います。ということでですね、この福井さんの本ちょっとご紹介させていただきました。